がしてる。あれ、ここはどこ？家じゃない。嘘。暗くてよく見えない。え、これ学校？え、何これ、ここどこよ。あれは聖子。聖子、聖子！大変。足大丈夫かな。やばそう。聖子、聖子、息はしてる。聖子、ねえ聖子、起きてよ。あれ、ナオミ、どったの？どったのじゃないわよ、心配させて。え、ここどこ？何これ。私だって知りたいわよ。外も真っ暗でよく見えないし。どうなってるのよ。ここやっぱり学校なのかな。それにしてはなんか妙に机が小さい気がするんだよね。小学校みたい。小学校って、どうしたの？壁にプリントが。天神省連絡通信って。天神小学校。私たちの学校、如月学園が建つ前に取り壊された。最高じゃない！いやー！何なの！私たちどこにいるの！みんなは、先生はどこに行ったの！落ち着いて、聖子！ごめん。聖子も私も手を握り合ったまま、声も出せなかった。歯がカチカチと音を立てるほど全身が震える経験なんて、生まれて初めてだったから。頭の中がふわふわして、今、自分たちの置かれている状況を整理して考えることができない。悪い夢かと期待しても、ちっとも目の前の景色は消えてくれない。
静寂が苦しい。ダメだわ。ダメ。黙ってると。ねえ、何が何だかわからないけど、とにかく学校の外に出てみない？外に？このままずっと震えていても何も解決しないと思うの。でも窓も開かないんだよ。硬いとかじゃなくてガチって空間に固定されてる感じ。外になんて出られるのかな。ええ、だけど玄関とか非常口とかあればそこから外に出られるかもしれないじゃない。そうだね。じっとしてたらおかしくなっちゃいそうだし。よし、とにかくこの部屋を出ましょう。私たちだけじゃなく、ひょっとしたらみんなもいるかもしれないし。みんなと一緒ならなんとかなるかもしんないね。ね、確証も何もない話。私もパニクってただけかもしれない。でもじっとしてると私も悲鳴を上げそうで、必死に強がってみせた。
ってよ。あれ、ねえ、ナオミ？ん？足どうしたの？ああ、緊張して忘れてたけど、さっき転んだ時、捻挫したみたい。大丈夫？なんとか歩けるよ、平気。無理しないでね、肩貸してあげる。ほら。うん、ありがとう。使えないかな、足に？なるかな、相当ボロボロだけど。あれ、このろうそくなんか見覚えある。小学校の校舎なんだね。うん、ゆうたち、お腹空かせてるかな。そっか、せいこんち、今お父さん帰り遅いんだっけ。うん、なんせほら、うち兄弟多いから家計がね。父さん頑張ってる間、私が主婦やんないとね。ゆうくんたち、まだちっちゃいもんね。せいこ偉い、女子高生にしてお母さんだ。なんかそれ微妙。早く帰ってあげないと。てか、ナオミもだよね。お母さん一人で待ってる。絶対帰ろうね、ナオミ。なんとかなるよ。開く感じじゃないみたい。せっかく玄関まで来たのにね。別の出口探してみよっか。そうだね。
なんで人が死んでんの？待って、確かめてみるわ。本当に人の骨かどうか。やっぱり骨だよ、人の。聖子！君たち、君たちは新しい犠牲者か。人様！あなたは？君たちと同じように無理やりここに監禁されたものだ。監禁って外には出られないってこと？そうさ、この学校は君たちのいた世界とは切り離されて存在している。どうしてそんなところに私たち？彼らが何人も何人もこの空間へ送り込んでいるらしい。何の罪もない生きた人間を次々とね。ここは恐ろしい力を持つ怨霊が作り出した呪われた異次元空間。いくつもの空間が重なり合う閉じられた多重閉鎖空間さ。君たちも我々も運悪く手にかかった誘拐の被害者というわけだ。多重閉鎖空間？そうだ、君たち二人の他にもここに連れてこられた者が何人かいるみたいだね。え、まさか本当にみんなもここに？無事なのかしら、心配。みんなもこの学校のどこかにいるの？何人かは私にはわからないが、君たちと同時に連れてこられた人間が数名この学校に確かにいる。やった、ナオミ、みんなも一緒だよ。持田君もきっといるよ。よかったね、ナオミ。だが会えない。この学校内に確かにいるが、存在している次元が違う。再び仲間と会いたければ同じ次元に存在する方法を見つけなければならない。そうすれば脱出はできなくとも、せめて一緒に死ぬことくらいはできるかもしれないな。そんな、どうやったら帰れるの？怨霊って何者なの？どうしてこんなことを？わからない。彼らの目的もここから抜け出す方法も。だが頑張れるかもな。君たちは一緒の次元に存在できただけ、まだ幸運だ。頭が二つあれば発想も広がる。なんとか脱出方法を見つけ出すんだ。私たちのようにならないでくれ。
供？幽霊？ぼんやり光ってたよね。幽霊とかなんとか信じられないんだけど、本当に現実なの？これ。でも人玉とかいたし、あんなの初めて見た。聖子も見たんだよね。うん、話もした。わけわからないけど、ただ校舎を出れば家に帰れるなんて簡単な状況じゃないのは確かなのかも。大丈夫だよ、明るく行こうよ。ね、ね。ここで死ぬと永遠に死んだ瞬間の痛みが続く。成仏への道は完全に閉ざされているから。どうして俺はあんな死に方。やっぱ出ましょう。この部屋、なんか変だよ。うん。でも気になるな。新聞ってあれ？見てみようよ。
ひどい事件。そういえば何か昔そんなことがあったって聞いたことがある。私たちまだ生まれてなかった時代の話だからよく知らないけどね。ああ、もう